韓国のムンジエイン大統領は14日、南北関係について、困難を経験しているが、楽観的な見方で推進していると述べた。ムン大統領は同日午前、青瓦台で開かれた就任後3回目の年頭記者会見を開いた。ムン大統領は、外交というのは目にまみえることより、見えない部分が非常にたくさんあるとし、 対話を通じて協力を増やしていこうという努力は今も続いていると述べた。文大統領は米朝の非核化交渉に関しては、今、米屋様の対話が活発な状態ではないが、依然として対話を実現しようとするトランプ大統領キム・ジョンウン国務委員長の両首脳間の信頼は続いており、対話に向けた努力も続いているとし、 そのような点で大変肯定的に評価したいと述べた。